はいどうも皆さんこんばんはということで、今日も動画の方やっていきたいなと思うんですけども、今回はですね、種吉くんが今ちらっと見えてましたね。今回はね、ちょっとだけ好きなこと喋ってもいいかな。なんか最近すごいめちゃめちゃ感動したことがあって、泣いちゃったことがあって、まあ、映像自体はたぬきちくんとエマのハウスの中の様子を流すんですけども、ちょっとね、全然関係ない話をしてもいいですか？ダメかな。いや最近ね、ナルトを見たんですよ。漫画のね、少年漫画の、まあ、僕のチャンネル女性の方多いので、もしかしたら少年漫画あんま知らないわっていう人多いかもしれないんですけども、なんかナルトをアニメの方でね見て、なんか最後にすごい泣いたんですよね。感極まっちゃって。ナルトってさ、まあ知らない人もいるかもしれないのでちょっとだけ説明をすると、まあ、忍者の漫画なんですけど、渦巻きナルトっていう主人公が小さい時にね、まあナルトはすごく孤独を感じて生きてきた少年だったんですよ。お腹の中にキュービって言われるすごい化け物みたいなねやつを封印されて、お腹に、忍者だからさ封印とかもあったりとかしてさ、でそのせいで世間からは、うわ化け物の子だとか、近くに来ないでみたいなことを言われて、幼少期の時にすごく傷ついて育ってきた子供だったんですよ。でその美獣を、まあ、キュービをねお腹に封印する時に両親も亡くなってしまって、ナルトは一人で生きてきたんですよ。そのせいか、いろんな人に注目をしてもらうためにいろんないたずらをしたりとか、まあ人に構ってほしいっていう気持ちが強い少年だったんですね。なのでナルトはすごく仲間を大切にする忍者だったんですね。そう、そんな中で、学校に通うようになって、アカデミーって呼ばれるところにね、そこでまあ天才忍者の内葉サスケくんに出会ったんですよ。まあ、彼もすごく闇を抱えていて、復讐のために生きている男の子だったんですね。でそんな中で、あともう一人ね、春の桜っていう、女の子とその3人でチームを組んで、第7班って呼ばれる忍者の、まあそうだね、なんだっけ、まあ、名前出てこないけど、まあ、チームを組んだんですよ。で学校でいろんなことを経験して、さまざまなことを体験して、過ごしてきたんですけども、サスケくんはいかんせん復讐のために生きてるの でしかもその復讐の対象っていうのがお兄ちゃんっていうね、まあ彼もまたすごく闇を抱えた忍者だったんですけども、復讐を果たすために、自分が強くなるために里を抜けたんですね。でその木の葉の里って、ナルトがいた里っていうのは、抜け人は僕らの世界でいう犯罪を犯した人みたいな認識の里で、里を抜けるともう里の人から追われてしまうっていう立場になるんですよ。だからまあ要するに、まあ里のものからは忌み嫌われてしまう存在になってしまったわけですね。でそんな中で、まあ、唯一春の桜とあと渦巻きになると、この2人がサスケのことを諦めなかったのよ。まあ絶対に戻ってきてくれるだろうと。でまあナルトに関しては、俺が絶対に戻すっていう気持ちでいたわけですよ。まあさくらはね、サスケくんのことが好きだったんで、恋愛の感情としても戻ってきてほしいっていう気持ちがあったと思うんですけど、ナルトに関しては友達だからっていう、その一つの理由でサスケのことを信じてたんですね。
で物語は進んで、どこまで進もうかな最終局面で、忍者を狙う戦争、もう本当に大戦争が起きたんですね。でその戦争を仕掛けた大忍者内浜田らっていう、まあ本当に強い内派一族の忍者と戦っていくわけなんですけども、まあその、内浜田らもね、大忍者にやられてしまうわけなんですけどまあそこはいいか。そのマダラと戦うときに本当に久しぶりにその共通の敵ができたことによって渦巻きナルトと春の桜とそして内葉サスケ、この3人が共闘するんですね。まあ、そのシーンがねすごくこうなんかグッとくるんですよ。今までずっと信じて待ってた2人が、サスケくんが来てくれたことによって、なんかまだねその時に仲直りはしてないんですけど、なんかこうやっと揃ったなっていう2人の顔がすごくいいのよ。でその3人を教えていた先生の畑かかしっていう、まあ、上忍のね忍者の人も、まあ、その3人が揃った姿を見て、なんかやっと揃ったなみたいな表情をするのよ。それがすごくよくってね。でやっぱり息は合うんだよね。やっぱりその一生の班で戦ってた相手だから、仲直りはしてないんだけど、なるぞっつって、あれをやるぞこれをやるぞみたいな感じで息は合うのよ。なんかそういうなんか仲間っていうのがすごく胸に熱くなる作品でさ、久しぶりに見てすごい良かったんですよね。で、まあ、最終的に、まあ、内浜田らはその大忍者の大続きかぐやっていうね忍者の祖先みたいな人にこう取り込まれてしまって、でその大続きかぐやのこともナルトとサスケとあとさくらが封印するんですね。もう大変いろんなことがあって、でその後にサスケとナルトがまあ喧嘩するんですよまあ友達同士の大きな喧嘩ですね。世界一大きい喧嘩をするんですよ。で仲直りをして、まあごめんなっていうような感じで終わるんですよ。でなんで俺のことをそんなに諦めなかったんだって言ったら、友達だからなって言うんですよ。それがすごく良かったなっていうお話でした聞いてくれてありがとう今日の動画なんやねんって話なんですけど、まあ皆さんは映像で楽しんでいただけて、カメラやめて、エマカメラやめてはい、ということで以上、あ倒れちゃった、ありがとうございました。